はい、ということでですね、現在2022年1月26日水曜日でございます。この映像はですね、昨日ですね、2022年1月25日の映像になります。実はですね、ヒクラピクティ復活しました。いやー、めでたいですね。これはちょっとね、ちょっとしたね、なんかこうドッキリみたいな風な感じのね、動画になってしまったんですけれども、決してね、私ドッキリを撮ろうとしたわけではなくて、最初の映像でもわかるように、本当1月の20日からか20日、まあ正確に言うとね、19日の23時頃ぐらいに異変が起きて、ずっとね、もうその次の日からずっとあんな感じでひっくり返ってね、エラー呼吸が激しかったりですね、してまして、もうね、命もう無理だろうということだったんですけど、結構2日3日とね、いろんなまあ対策ね、最低限できる対策してきたら、意外とこうずっと命ね、長らえて頑張ってくれてたんですよ。これもしかしたら奇跡起きるかもしれないなと思って、今どうですか、餌食べてますよね。これ昨日の映像なんですけど、まあ、他の水質も気にして、他のね、魚にも餌あげてなかったんですけど、さすがにね、もう1週間ぐらい餌あげてなかったんで、他の魚のためにね、餌を投入したら、このようにキクラピクティがね、食べたんですね。でもうほとんど逆さまになることもないんで、おそらくもうほぼ完治したかなと。やっぱりね、消化不良だったのかなって思います。結局原因はわからないんですけど、まだね、ちょっと泳ぎ方がぎこちないので、完全復活かどうかわからないですけど、とにかくね、ヒクラピクティ生きてますよ。ありがとうございました。ということで、今回は緊急配信、ヒクラピクティがね、死にかけましたけど、まあ復活しましたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録もよろしくお願いします。ヒクラピクティ長生きしてね。